時として、無性に、ジンギスカンが、食べたくなる。そういうもんだよね、人間だもの。ということで、やってきました、信州新町。こちら、三ヶ山は、国道20号線の、安庭パーキングステーションの、隣にあります。以前から、通るたびに、気になっていましたが、本日、初見です。信州新町の保養施設、サイリソウ、直営との、事前ネット情報。ランチは、正面の、トレーラーハウスと思っていましたが、焼肉棟の方へ、どうぞ、と案内されました。外から見た印象より、中は広く感じます。テーブルの上のついたては、コロナ対策でしょう。清潔感は、申し分ありません。入店前に、表で、ジンギスカン丼を、頼んであったのですが、それでもと、メニューを確認。これは、焼肉棟のメニューですね。定食が、1000円からと、まずまずお値打ちなのではないでしょうか。ボリューム感は、写真だとわかりづらいところもあるので、ジンギスカン丼で、測るとしましょう。まず、お肉の量がたっぷりが、第一印象です。しっかり肉厚で、タレが十分絡めてあり、とっても美味しそう。こちらは、肉を漬け込まずに、焼き絡めるスタイルのよう。お肉の良し悪しが影響しますね。さて、いよいよお肉といきましょう。おお、柔らかい。でもしっかりした弾力もある。マトン特有の臭みは全く感じません。これは良いお肉です。焼き絡める自信を裏付けていますね。これは、ご飯が進むくんだー。そうだそうだ、丼はそうやってガツガツいくものなのだちなみに、信州新町は、地場産肉用羊の、サフォークが有名ですが、収量が少なく、非常に、値段が高いため、ほとんど、一般には、出回りません。お店の方によると、サイリソウに、事前予約すれば、食べられるようですが。これは、またまた、当たりのお店。今度は、ぜひ、焼きに来なくちゃなるまいな。お客さんが一人、帰った後に、お店の責任者の方が、清掃をして回っています。こうして飲食のお仕事を、されているところは、大変な気を、使っているのですね。ジンギスカンを食べると、なぜか、熱くなって、汗を、かきます。上着も、脱いでしまいました。もう、体が、ポッカポカです。先ほどのメニューにはありませんでしたが、このジンギスカン丼、お値段は税込み800円です。肉よし、味よし、ボリュームあり、強くおすすめしたいですね。